ゃあ皆さんこちらへ。なんか光ってる。ではおはようございます。おはようございます。本日みんなに企画を伝えてないで早朝の7時に呼び出させていただいたんですけど、本日は指名撮影になります。このメンツなんかちょっと思い当たる感じないですか。見覚えのない顔ぶれいますね。一人そうですよね。ポチャーではない。新規のポチャー。新規のポチャー。私も長年これ結構やってるんですけど、もう全部を今悟っていますよ。ここ私は今日やることすべて今頭1から10すべて悟りました。すごい。で今来たこと超後悔してる。どういうこと。ということで、まあ、メンバー自体はね、ゆきのさんの予想通り本日アネポッチャリーズ企画になっております。じゃあちなみにまみちゃん予想ついたとのことなんですけど、何企画だと思いますか。いやもう本当にマリさん嫌い。なんで本当にマリさん嫌い。もうやだ。そうやってマーミーをネタ枠に連れてきてマーミーならもうバンジーでしょこれは。完全にバンジーなのよこれは。もう私マジで飛べない。私昨日しかも美容室行って予想してたんですよ。私なんか明日バンジー飛ぶ気がするんだよねって言って、何するのって言った時に、なんかマリさんがちょっとヒントだけくれて、しかも撮影時間が超早く終わる。そうだよね。確かに。まあ3秒あれば飛べる。ということで正解はバンジーではありません。本日皆さんに言っていただくのは断食道場になります。今回は埼玉県にあるリフレッシュの森というね、名前から素敵でしょ。ヨガ体験、アロマ体験だから全然ノーバンジーです。おめでとうございます。はい、ということでリフレッシュの森に行ってきたいと思います。それではどうぞ。はい、じゃあ全員の私服を紹介していきたいと思います。あとまずはマーミから紹介します。自信持てねえやだ、みんなに服がダサいって言われて。だけど今日めっちゃ動くと思ったからランニングシューズできたのに、そんなこと絶対このコードのお気に入りのポイント一つ教えてください。これって言うしかないじゃん、この靴って。かわいい。嘘つけ。マリさん靴流通センターのやつって言ってたもん。私は言ってない。やっぱいいとは本当の。それトレーナーかな。ね、かわいいねそれ。じゃあ今日も企画楽しんでください。はい、バイバイ。海のコーデはこんな感じです。はい。コーデのお気に入りのポイント一つ教えてください。二つ。はい。まずはこのイヤーマフ。かわいい。やっぱ冬っぽく。やっぱね、うん、冬の雑誌の撮影なんで冬っぽく来ました。で、これトワちゃんの BG です。BG の服が着たくて今日合わせてきました。おしゃれです、いつも通り。ありがとうございます。ありがとうございます。君の子ではこんな感じです。このコーデのお気に入りのポイント教えてください。昨日これ急いで買いに行って、かわいい。新着です。かわいい。どこで買ったんですか？これはアトモス。おい。アトモスさんに昨日急いで行って、ちょっと調達してきました。かわいいですね。はい。じゃあ今日も一日頑張ってください。はい、頑張ります。昨日のコーデはこんな感じです。はい、じゃあこのコーデのお気に入りのポイント教えてください。全部お気に入りなんですけど、マフラーです。かわいい。どこの？これ、なんて、モーマントルニューヨークみたいな。これ、2年越しにちゃんと狙ってたやつを去年ゲットしたんで、今年もリピで使ってます。他は、下北のソウルシスターズってとこですね。かわいい。ユースのシールというところです。あとはここです。どこ？え、すごい紐。2つあるんですよ。すごい。
音はでかくて後ろがボクサーみたいな。あ、本当だ。嬉しい。やっぱりめっちゃおしゃれです。じゃあ今日も一日頑張ってください。この下に行くにつれて、いや、ほらほらほら先生乗ってるだけで痛い。キミはどうですか、いける？いい感じです。これでもダイエットの時にやってました。あ、すごい。だからだ、なんかおしゃれだな。え、おしゃれですか？姿勢いい。おしゃれおしゃれ。ミミとユキのこれはいける？いけます。余裕？いけます。余裕になった瞬間すごい。このさっきまでなかったです。ここから腹式吐きながら肘伸びたら。そうここから落っこちるわ。肘タッチ、肘膝タッチ、お腹丸めて。ミミこれ今ズルしたよね。すごい。なんか手汗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 すごい。キミ、意気込みは？日々のちょっとストレスはこちらにぶつけていきたいと思います。いきます。レディーファイト。もっといっぱい寝たい。あ、いい男がいなすぎる。好きだと言ったのに好きじゃないっていう男。かわいい。ほら、カン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 。お疲れ様でした。はい、ということで日々の分を30秒間晴らしていきたいと思います。いきます。レディーファイト。えい、先焼けが治らへん。キツ治んねん。痩せたい。選手交代。最近あった嫌なこと。え、ちょっと待って、最近あった嫌なこと。終了。終わった。キックボクシングやってるんですよ。え、すごい。じゃあ、まーちゃんも30秒間。レディー、はい。はい、すごい。すごい。すごい。日々の鬱憤は、おすごい。すごい。こうやってやって、すごい。カッコつけすぎました。カッコつけましたね。お疲れ様です。終了。意気込みは？もうマーミの後には何もできません。レディー、ファイト。4キロも痩せたのにまだぼっちゃピーズなのなんで。電車の隣で。はい、ということで断食道場終了しました。皆さんどうでしたか？楽しかったです、うん、なんか意外と体結構動かした気がする。でも明日筋肉痛だね、これ。あ、確かに。結果皆さん楽しかったということで、はい、よかったです。じゃあまた次はこのなんでぽっちゃりーズに呼ばれないように引き続き頑張ってください。卒業目指しましょう。はい、じゃ今日も最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。それではバイバーイ。バイバーイ。